ヨハネの十一章のところからラダロの復活としてとても今のところから学びたいと思います。先ほど司会者に呼んでいただいたところはラダロが、イエス様がラダロの墓の前に来られて、そしてラダロを蘇らせるところでありますけれども、この前にですね十0章のところを見ていきたいんですけれども、ラダロにはお姉さんが二人いました。マルタとマリアですね。でマリアの方は、 と見てあるように、主に紅葉を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリア、つまり、あのね、足を洗って、そして涙をこ流してね、髪の毛で拭った方で、本当に主を愛していたかとがわ分かります。その主を愛している兄弟で、ラザロもとっても主を愛していたし、マルタもマリアもラザロも主からとっても愛されていたんですね。ところが、そのラザロが病気になったときに、マルタとマリアは自分たちはそばについていたいから、使い送るんですね、えー、3節。 そこで姉妹たちはイエスのところに使い送っていった死をご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です、ね、例えばここにイッシーさんがいてですね,ねイッシーさんが病気をっていうのがあるんですけど、ね、死が愛されているものが病気ですというとねイメージが違いますねだからラ,ラザルは本当に神様に愛されてるってことを本人も自覚したしマリアもマレタも周りも死に愛されている人だと思ってたラザルもそう思ってただからこの本当にまさに死の愛を受けていた人ですね でこうやって言ったってことはすぐ、だから、愛してる人は病気なんですよ、すぐに飛んできてください、お願いしますっていうのがあるわけですね。イエス様は当然、すぐ飛んでいくと思ったら、この時すぐ飛んでいかないで、イエスはこれを聞いて言われた、この病気は死で終わるだけのものではなく、というけど、まだ死んでないように死だけで終わるものではないと言われたんですね。そして、神の栄光のためのものだって、それは死ぬけども神の栄光をあらすんだと、神の子がそれによって栄光を受けるためですと言ったんですね。で 面白いなイエスはマルタとその姉妹とラダラと愛しておられただから本当に愛していてすぐにでも飛んでいきたいんだけども死なる神様から「いやこれはして悪者るものではないもうしばらく待ってその後に栄光を荒らすからそれを見なさい」と言われてイエス様はラダラは死んだ後に目が荒らされことを知ってたでもだから平気だったけどそうじゃないと思う分かっていたけどやっぱりラダラのこともマルヤとマルタのこともあ本当に愛していたから行かないで放っておくと 当然ラザラは死ぬそしたらその時マルタやマリアは悲しみの中に落ち込むだろうということは分かってただからねこれね2日つるんとそうしたと思わないんですねで2日経った時にさあもう一度行こうって言ったんですねでそこから行こうとするんですけどもまああのラダラをね眠りから覚ましに行くっ,て言ったら弟子たちがですね眠ってるのは大丈夫ですよって言って本当に眠ってると思っただ,だから14節で「 イエスはその時はっきりと答えられたラダロは死んだのです死んだのをよらせに行くよってことを言ったんですねで、まあ、とにかく行きましたたらついてみたら、ね、もうイエスがおいでになるとラダロは墓の中に入れて4日も経っていただから死んですぐ入れるからもう4日経ったわけですねであのー、やっぱりねこうもう死んでよ日っってた臭かったと思うんですよねとそして もう腐り,は腐り始めたてそこにイエス様がやってこられたんですねだからやっぱりねマルタとマリアがねすぐ飛んできてまずマリアマルタがね,あのね言いますねえー、っと21節しあ主はもしここにいて下さったら私の兄弟はしなかったんでしょう、ね、つまりイエス様はあなたがいてさいてくれればしなかったのですあなたが、ね、神様のお認めのこと知なかのお認めのことは何でも聞いてもらえるからあなたがいて下さったら治ったんですよって。 文句というよりは嘆きですね、ああ、相手がないでは治ったおななていう、そういうことですね。ねでも、越様は、いや、兄弟ラトロはよみりますよって言ったんですけど、これ、分からない、当然こう、お会いの時によることを思ってるから、はいよ、ねあのー、お会いの日によみえることをしてますと、復活の体、完全な体、御霊な体にってよみがえとしてますメ越様はそう言って肉の体で死んだラトロが肉の体に生き返ってくる、これを思ったわけですね。ねで これはねびっくりしたと思いますよね。ねで、だからマルトは結局理解できなかった。ね、そして自分の話を終わった後にマリアを呼びに行って、そっと行ったって書いてありますね、28節の最後ね。ねマリア、なあなこと呼んでるよってそっと言って。そしたらマリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってやってきた、ね。そしてまたマリアも同じことを言うんですね、イエスに向かってね、32節。マリアはイエスの来らるところに来て、お目にかかると、あ、エなス様だとかった瞬間。 比例をした足元にひれ伏して言ったんですね。うん、主はもしこうにいてくださったなら私の兄弟は死ぬことはなかったでしょうにああイエス様だと思うとイエス様来たと思うと嬉しいんだけどもああもしあなたがいてくださったらね、知らなくて済んだんだねってこう、文句とよりもなんかやりきれない、ああ、S 様させてくれたらよかったのになあっていう,こう嘆きですよね。でそれを聞いたときにイエス様は33節でイエスは彼女が泣き、 マ,ルマリアは、ね、彼女と一緒に来たい大地でも泣いているみんなもらい泣きしてるそれをご覧になると霊の憤りを覚え心の動揺を感じたと書いてあるね霊が憤ってああってなで心を動揺したのこれは一つは、ね、これからイエス様がいるんだよってことで、まあ、不信感だなってこともあるかもしれないけどそれ以上に本当に心を痛めて泣いている皆さんを見てイエス様の心が激しく揺れ動いてああ苦しかったろうなって。 は倒してあたたかっ,た倒したかったでももっと興味があるんだよってこうそういうことなんですよね。で本当に辛いい時にあ、辛いんですって時にそうか辛いよなってこう分かってもらうとそれだけで楽になるしほっとするんですよね。でも本当に辛いんですあそう <laughs> あれ,あれ本当に辛いんですそんなことくらい辛いら言うなと言ったらね厳しいですね。なんかねねでも エスさんはこの時に本当にマリアが泣いて本当にひれ伏し,して泣くわけですねあ、はあいつ食べてくれたなってそういう時にコルが痛むマリアは本当につらかったんだなってこそマリアの痛みを感じ取って痛むそして泣くんですこのあと、ね、思わずラタラどこにいたんですかって聞いたす,すぐ行ってきゃいけたいからいや来てご覧ください来てみてくださいって,言って言った後にイエスは涙を流されるんですねやっぱり涙ってね特別ですねあのクリスチャンじゃないんですけどね えっと NHK にね昔ねえっとねなんだっけあれはえー、っと題何だったっけった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 たたたたたたってやつたた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 知らないですかねあのー、中島みゆきのえっとスバルスバルだったかなスバルじゃないかなんだっけなんかそれをテーマソングにしてたね NHK に番組があったんですねえっとどやせ最近のやせしたそういう伏見工業高校というね荒れ狂った高校にね。 ラグビー部の監督でね、先生でねあの、元日本一になった人がやってきて、そこからね、すごいいろいろあるんですよ、この先生はね、もうすぐ泣いちゃうんですけど、生徒たちとこう教えながらやってね、で1年目の時、きね、その110何対0で負けるんですよ、ラグビーがすごい強いところにで、その同じ生徒たちが1年かけてたわって、1年後はね、勝つんですね。京京都都ななんですけど、京都代表になるっていうね。 なんか感動的なドラマなんですけどねその時ねせその先生はよく泣くんですねでほんにその苦しやろうなと思ったらこかこう心が共有するっていうかですねで泣きゃいいってことじゃないけども本当にここ心がこ感情あふれられて泣く相手の気持ちを本当に感じ取って思わずも涙が流れてくるってことあると思うんです、ね、でその時なんかこうすごく人は癒されたり本当に愛されてるって分かるんですよね、まあ、うちの前もね あの泣き虫祈祷しているんですねでその息子さんもですねあ最近はあんまり見せませんが実は泣き虫、えー、放射なんですけども <laughs> それは弱々しいっていうよりも本当にその,こうそ,のその相手の痛みを感,感じ取ってしまうそして一緒に痛んで泣,き泣けるということですねでこれってやっぱ大きいですよねこれはね、うん、で、まあ、この時涙を流された本当にだからみんなが あのユダヤ人たちはご覧なさい主はどんなに辛いして。本当にその墓を飲む時イエスさんも泣かずにいなかったこれから1回やらせるんですよ分かってるんですよラトは1回って分かってるんだけどもやっぱりラトが死んだ時悲しんでいたマリアマルダやマリダの,その心の痛みと悲しみラト氏も死んでしまったもちろんこれから1回やるんだけどそのことを前にした時に心は切り切れたもんですね私の姉はですね、えっと、私の父のね え3年前召される前父とずいぶん世話をした実は姉は父とは、ね、いろんなことがあった人なんですけども本当に大阪の近くにいてしょっちゅう訪ねて父の世話をしてましただから父が亡くなる前に「いいか泣いてあかんで笑わなあかんで」って言ったんですけど葬儀の時に本当に父が天国行ったことは確信してましたしすごいそういう意味では批があったんだけど合流してましたねやっぱり泣かずにいなかったこれはね あの悲しいっていうよりも本当に手に帰えったことがあって確信だけどやはりねもっとあれをしてあげたかったもっとこうしてあげたかったなっていう思いが溢れてきて涙が出るっ言ってました今でもお父さんの手に入ったことは分かるけどお父さんのことを思い出すとねああこうしてあげたかったなってこう涙が溢れてくるんだってですねだ心の感情ですね心ねであのこの時イエス様は本当にそのこれからよみがえることを知ってるんだけどもねよみがえるがいいじゃないかなんじゃなくて本当にそのマリアやマルタ ラダロのその心の痛みを感じ取って泣かずにはなかったんですね。で、イエス様はね、感情豊かな方です。感情的な方ではありません。感情豊かな方。ね、だからあの、ヨハネの福祉の2章で、えーのえーと、宮でね、物買い売り買いしてたら、イエス様入ってきてね、物をたわしって書いてあるじゃないですか。あれ、優しくしたと思いますかこれ、ダメですよ、って、向こう行ってください、出て行ってくださいよってこんなんじゃないんですよね。 あのね、バサーンってやったと思うんですね、おそらく手はもう大事だったし、もしかしたら足で蹴飛ばしたかな、ちょっとそれは分からないけどね、そこまでやったら分からないけど、でも、そんな優しくなって、本当に聖なる怒りね、とんでもないってい聖なる怒りでやったと思うんですね、出て行きなさいって感じでね、で、イエス様っていうのは、そういう本当にこう感情豊かな方、感情的になってどういうことじゃなくて、感情の豊かな方、私たちの悲しみを,しみを分かって、一緒に悲しんで、喜びを一緒に喜んでくださることのできる方。 それってやっぱりね嬉しいですよ一緒にこう思ってくれたらねそういう方ですねでこの時は涙を流したそしてねなんですね,あ,の、えー、ところはねある方が猛獣の目を開けた方はあの人を死なせたことはできなかったのかってあ死んじゃったねなんで死なしちゃったんだろうって時に S さんはねまたね心の通り覚えてね墓の前でねおまさん一生取り除きよってもうねもうほっとけないなんとかしてあげたいってね,ね もうね、塩、4日たってますから臭くなってますよってちょうど臭い頃、ね、臭いものに、ね、はをしろってわけじゃないけどあの本当にこれね、愛するものが臭くなって腐ってきてたり、匂いするの嗅ぎきたくないし、しみたくないですよね、それは当然だと思います。だから思わず反抗したんじゃなくていやもう本当に臭くなってますよ、よ日もたってますからって言った時にに、ね、もしあなたが信じるなら、あなたは神の横を見ると私は言ったではないかっ,て言ったんですね。 で今日は甲が中心じゃないからあんまり詳しくしませんが、えっと、よ死んでよかったってるわけですよだから当然石を取り除けたら臭くなって匂いがする分かってるでもおじ様はいや真珠なら栄光を見るって言ったじゃないかってでこの時ラトが蘇ること生き返ること言ったんですけどもマルタもマリアも誰一人ラ,ラトが行くかなんて考えてないと思うんです不思議ってかそうですよね我々がここにいたらやっぱりこんなこと分からなかったのこの段階ではね,ね今ならねこういうことを知ってるから と思うんだけどねだから誰も考えてなかったでも栄光を見るって神エ様が栄光を見るって言うんだからよくわからない石の毛でも臭いだけだけどねでもとにかく「エス様おっしゃるからきっと何かわかんないけど何か栄光って言うから栄光なんだねって言って石を取り除けたで石を取り除けたら「エス様はこのあとラダルね読み返すもす。でこれ大事なんですね神様は時々私たちの理解できないことわからないことやことがあるでも こうしたらエコスてていって言って、えーと思うけど、背がおっしちゃるからとにかく石を取り除ける、つまり不信仰の石を取り除ける、不従順の石を取り除けますと、そこから髪形が起こるんですね。これねうん、であのー それで彼らは一生取り上げた。そしたらイエス様に言ったんで、今日はねこの41節のこの言葉を特に注目したい。父よ父とバ父をね、天皇お父様ね、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたしますイエス様が。で、ラダロが蘇ることは私の願い、イエス様の願いだったんです。父の神様がラダロを死から蘇らせたいということはもう分かってた。見心であるから分かってた。でも もちろんそうなんだけども同時に私もどうしてもラドラに迎いてほしいこの,このマルタやマリアの悲しみまたラドラが亡くなってしまったそのことに対するこの悲しみの中にいたらここから本当に生かってほしいラドラにもマルタやマリアも描いてほしいだからこれは願いだったんです、ね、あなたが悲しみの中にいることはね願いではありません。ね あなたが病気のところの中でね、伏せていて苦しんでいることは死の願いではないし、あなたが何かの中で今日閉じこもっていても、ね、落ち込んでその、そ,このその部屋で、ね、いつまでもいることは死の願いではありません。本当にそこからあなたを、ね、助け出したいと思ってました。イエス様はラダルを死のところに置きたくなかった。本当にもう一度生かしたかった。ね、これを覚えてほしいですねで。それがイエス様の願いだったんだ。で、イエス様は同じように私たちを死のところから。 ね、病病本当に病気という、あるいは孤独という、あるいはいろんな苦しみのそこから私をもう一度生かしたいというのは、イエス様の愛なんだ。でもだったら思うんですね、あの最初にすぐ飛んでこなくて、2日経ったでしょ、ね、えっと、えっと、2日待ったわけじゃないですか、あれ、その話したっけ飛んでたな今日した、してない、した、しました、してないね、あ一番大事なことしなかった、すいません、第三役の方、<laughs> 一番最初にね、 えっと、すぐ飛んできて行かないで、えっと、ラダロとマルタとマリアがあの病治してくださいって言った時すぐ飛んでこなくて2日待ってから行ったんですよね2日待ってからねいきなり行ったんですねであの普通ならすぐ行けばいいけどあえて2日待ったってことはあのすぐ来なかったん、ね、でもエス様はその時から本当はラダロを助けたかったってことは分かります、ね、でこの時にですねあの ね、願いを聞か出すってことは感謝しますってことは、イエス様はラタロをよえらせたかったんですね。だったらすぐ来ればよかったじゃないかって思うかもしれないけど、そうじゃなくて、イエス様は、ね、癒すんじゃなくて、死んだ後に蘇らせることを神の、まま、求めだったから、ね、イエス様はあえて2日待たれて、私2日待ってる間、心を痛んでたと思うんですね。まるであまるであ悲しむだろうなって、でもやってきて蘇えらせたんですね。でイエス様ってすごく深い愛の方で そのまま放っておけないんだってことをねぜひ覚えててほしいというふうにあの思いますねでそしてですねラダレを出てきなさいってねであのー、そしたらラダレはそこから蘇って出てくるんですねで私の人生はいろんな問題があるんだけどあのゲス様がそう言われたら死にさえ打ち勝つことができるということをね覚えてほしいんですねいいろんんなな不可能が皆さんの前にあるかももしれないけども ね、神様はそこからねこう蘇らせて下される方ただ2日,2日経ってから来、ね、たら4日経ってたようにもう、あのー、なんていうのかな、えっと、普通ならすぐ飛んできて助けて下さったのに助けてこなかったなんでだろうと思うだろうけど実はイエス様はあの癒すんじゃなくて癒した後に蘇らせることにポイントを持っていたってことを覚えてほしいんですね、うん、で私たちはね神様がいたらなんでこんなこと許されるの だってラあのあ、マリアもマルタも、イエス様はすぐ治せることを信じてた、イエス様を避いてくれたら治ったのにと言ってるから、ね、癒せることを信じてたでも、まさか生き返るということは思ってなかった、まあ、そりゃそうでしょう、でもイエス様は生き返らせることができなかったでね、私の願い通りうまくいかない、もう終わったと思ってたらね、そこから逆転が起こるんですよねこれが、ね、主の愛の愛大きさですね。 1、まあ、一でも2でも話したんですけどもうちの娘がですねあ娘の話は一とでしたからあの長男の話でもいいですけどもあの学校不登校になったんですねで中学1年の夏から不登校になって2年生1年間ぐらい不登校して2年生ぐらいからぼちぼちが決めて3年生はだいぶ回復したんですけどもそういうことがあったからあのいわゆる内心者よ,よくなくてで中学3年になった時に。 まあ一応学校いくつか行ったんですけども,もうあのいわゆるもう普通高校には行けないかなと思ったんですねとにかく2人で夫婦でこの子の一番いいところに行けるようにって祈ってたんですねでそしたらあの妻がですね妻はもとリサーチするプロですからいろいろリサーチしたらある時あ,のある塾に行った時にその待たされちゃってそれポッと取ったらある学校の,、えーねねの 理数だったかなったなってねでそれ読んだ時にすごいうちの人に合ってると思ったそれで「これがいい」って言ったそうか」ってことで言ったらね先生はね話題に挙げてくれませんでした春の面接の時にね,ねで私たちを見ないでさりげなく本人に言いましたねあのね競争率が低くてもねレベルの高い子たちが来たら無理でしたからねと言って暗黙に無理ですよってことで言わいたんですね, <laughs> ね,でねでそれでもねあの祈ってたんっとねそしたらですねあのー、えっとね 英語はとにかく極端に悪かったんです他はぐんぐんよくなったけど英語は極端に悪かったんで,で12月になってもやっぱり悪かったんですねそれでもう無理だと思ったので私は当時チャイナ中国のね学校に行かせようと思ったんですねもう思い切ってねでかなり真剣にやってたんですねそしたらね受験間近になった時にそういうことがあったからもういっぺんねそのことも考えてて言ったらね先生から呼び出しを送ったんですね,でねお父さんってね なんかいや,いや難しいともし落ちてはいけないからって言ったらねその一番難しいと言われたことをね最初は受けさせてもらえなかったけど途中からじゃ、まあ受けてもいいですよとなったんですけど何て言われたかというとね今でも覚えてますけどね「お父さんねそういうことやめてください」って本人が動揺しますからここ、ね、でももし落ちたらどうするかって言ったら「いや通りますから」って言われたんですびっくりしたですよね最初はね受けることもいけないって言われたんですけど。 最後逆転したんですよ、ね。本当に通ったんでその年はね友達が次々に落ちたんですで俺はね通っちゃったんですねであの時にねびっくりしました一番最初「絶対ダメです」っていうかもう受け,受けることさえ無理だって言われたのに最終的には受け,受けさせてくれてしかも私はあのもしもの場合のことを考えて別の道を考えたらそういうことはしないでくれって言われたんですね今姻はどうするかって本当に通っちゃったんですねでその高校3年間は彼にとってはねすごい祝福したい時でした。 部活でインターハイで優勝するしキャプテンはするし、ね、そして、あのー、学校もねそれまでね不登校の時はね、まあ、妻の言葉を使うと腐った目のような目をして夕方起きてきてたのに朝5時半ですよね起きてね学校に自分一人で行くんですね今から思えばなんかもう何とも言えない弁当なかった暇あるしあってもなんかすごい弁当だったんですけど当時は <laughs> ね行くんですねほれでキャプテンしてるから自分でねいろいろしょっちゅう合宿とかあったからやってね 本当にししてましたねでそれはまさに神が偉いところに、ね、入ったんですね。でもどう考えても不可能だったんだけど神様逆転をしたいん,だんですね。で神様ってそういう方なんですね。ですぐ来ないで。無理だと思ってもう諦めたりもうだだと思ってるとちゃんと神の言葉は成就してくるということを、ね、知っててほしいんですね。あの一番ね、えっと、3年前かな えー、8番のうち7番目の女の子ね女の子の一番下ですけども、えっと、東京の看護関係の私立の大学に行きましたものすごい学費高いんです、うん、これは高いんですねで,でもはっきりミッションの関係の大学であこれはもうはっきり向ったんですねあのオープンキャンパスてなったら個人的にね娘と一緒に行ったら一番最初に連れていかれたところがチャペルだっただで一番最初にここは教会はクリスチャンの学校だということ言われて それですは一人一人を大事にするから少人数教育で最先端の医療で学びをさせたいからって言ってちゃんと見せてくださってだから高くなりますって言ってなんかねんかある意味でねきちっとね理由も言われたのでなるほどと思ってねなんか本人もえらい気に入ってですねで私もねこれも頃だなと思ったんですよねそしたら推薦でねあの最初受けさせてださったんですけど先生たちは絶対落ちると思ってたんです推薦で落ちて ね、でその時一般で2回あるからその2回目ぐらいに通,通れたらいいなって先生は思ったみたいだけど推薦できないで通ったの通ったのはいいけどねお金がないからもうかき集めていろんなことしてやっと最初だけ払ったのでも9月になったら退学後 <laughs> 期からの授業払えないからね <laughs> でそう思ってたのだから娘はね大学入ったらねすぐにね掲示板のところに行ったんだ誰かって掲示板に奨学金で出てるから奨学金でも「貸与」って貸してくれるのと給付って言ってあの 返さないでいいでのあって太陽をかか借りたら後で返さなきゃいけいって大変なことになるから給付をとにかく願ってた給付で、ね、い,くいくつかあったんですけど、まあ、看護関係は結構くるからいくつかあったんですけど一つ大口があった、ね、10万円ってあったのこれすごい口なんだよこんな大きいの普通そんなないでこれ1年で120万でも額費足りないんですよほかに、ね、3万とか4万とか2万とかあったで。 両方やればいいと思うかもしれませんけどもとこ,のこっちの方はね、併願ありだったけどこっちはね、併願なしなんだこれに申し込んだらもう他かしちゃいけませんとなったれで、ほいで娘はですね、願書とか書くときによいど、ね、いろいろね、書くじゃないですか、親のいろんなものを出すから、お父さんはどういう状況が分かったの、それまで知らなかったんだけど、電話してきて、うちの奥さんにね、その一緒に願書の文章を書くときとかね、ねこう見てね。 お父さんこういう状況だったのとかねそうだよって言ったらね娘がねしゃあなかったってねお父さん大変だねとか言ってねなんか電話で泣いたんですってそれだけでもいいことです <laughs> ねねそれからねその学校の人はねその10万のやつはねえっと保護者が4000人か何千人か忘れたけどあって通るのは40人ぐらいの大学生はね院生もいるからね。 も,ものすごい狭きもんでかつ、その大学から今まで古い学校なのに創立以来それを取れた人一人もいないのだからです、ね、事務局の人はね、とっても人でね、い人でこれはね難しいと思うからこっちした方がいいよって何回も言われたでも彼女は真剣にとって、ねね、とにかくお父さんを助けたいもうこ,のこれが通ったら全部学費にすると思って、ね、真剣に通って、ね、で言ったんですね。ね、えっと、これにしたい で私たち親も事務所の人もいろいろ言ったんだけどこの子の本人は祈って神様から言われたって確証を持ってやった。言葉をもらって祈ったでこの子は、ね、祈らないこと夢だったでねうだいの中で、ねうちのはね、名前負けしてるというか名前と逆を言ってるというかね。でも彼女は祈ったそしたらね、5月31日がまでにメールが来るで来たら通ってて来なかったら落ちたってことになってた。 だ5月の28ぐらいかな電話して「どう?」ってまだ「29も電話して「まだ」三十30」って「どう?」って「まだなんだ」って三十一31電話できませんでした電話か,かかってこなかったああ落ちたなと思って6月になってからかけたらやっぱりダメだっただねであそれでもいいよかね感謝しようって言ってたで6月入って最初の日曜日に彼女は礼拝に行って本当に彼女は礼拝して一日中教会にいて帰るときにその正直のことがやっぱりねあんだけ一生懸命って言葉も全く来なかったんですねでも わかりました神様ってねあなたはね本当に才能の方だから、ね、あの奨学金を受ける一番ふさわしい人に与えてあげてください、ね、一番ふさわしい人に与えてくださいもうそれでいいですって本当に言ってね家に着いたらハガキが来てたんですメールで言うって言ったのにハガキが来ててハガキはですねあの合格してたんですしねあと面接があるんですけどね面接落ちることはめってないから、ね、来てたそれだけじゃない十10万円が与えられたとしてもそれじゃあ学費はまあ 100日もあっでも足りないし十字献金したら、ね、十字献金もするからねそしたらなんとね高校時代にね応募した給付奨学金があったんですねで高校で選ばれる時高校で跳ねられたそしたら電話かかってきてね「あなたはあの応募資格があるから応募してください」って電話あったそれ4万円ですよ給付それがねその日に来たんだから14万円ですよ2つで。 14万円だと、えっと、どうかな1四十万プラス百2 0万プラス48万だから168万六十八万だったけど十時献金取ったらどうかな16万8千円取ったら、えっと、ちょっと足りないかなやっぱり、ね、え学費はちょっと足りないんだけどもまあ足りないなんとかなちょっと足りないけどなんとかなるかなって感じですね十時献金取れば、ねあのー、こういう時十時献金はちゃんと取らなきゃいけませんよほい、ね <laughs> で,ね、でね4年間ただねもう電気は終わってたからね 1>, 1年の恋からだからこれでも全部ね4年間この子の小学費をいけるってことだったもちろん生活がいますよ生活がいるけども少なくとも学校に納めるってことだよねそれでねその晩電話かかってきた今でも覚えてますけどね「お父さん」って言って「お父さんどんだとか、ね、いや来てたて。だ?」って言ってね。メールらね「いや早く来てた」って「ええ!」って言ってね「お、えーね、父さんってどうしたんだ?」あのね電話があってね」って言ってね高校の時のやつがね言ってきたってかね えー、って言ったらね泣き出したですよね泣いてましたよ向こうで,でこの子はね泣かない子なんですこの子は祈らない泣かない有名な子なんすうちでは <laughs>、ね、その子は祈って泣いたんですね <laughs> 本当にでもね何に感動したかって神様のに感動したんですねで期限は切れていてもうダメだと思ってもう神様って言ったら単に与えられたわけじゃなくて 高校時代にもう落ちてたやつまで向こうから普通じ向こうから連絡が来て応募してださいって言われて与えられて全部満ちたんこれはね普通じゃないですね私ねその時思ったのねあ当に神様にやされてるなってこととあ神様がこれ選ばれてここに置かれたんだなってその代わりがいいか悪いかじゃなくて神様がそこに置かれたんだなってことを本人も私も自覚でするだからねあのちょっと成績がちょっと落ちた時ねまあ小学校ね 給付の奨学の場合は成績があればだめだからあれなんだけどそれもあるけどそれ以上にねあ彼女が置かれたのに、ね、アルバイト2つしてたんで、ね、だから1つに辞、ね、めてね勉強一生懸命し始めましたねちゃんと主旨が置かれたっていう意思がすごくあるわけですよねいやねあの期限切れちゃうことあるんですよ終わっちゃったもうだめだってなんで治らなかったんだろうなんで使えなかったんだろうんでこうなっちゃったんだろう彼女さんがいるならこんなことこのおかしいじゃないかってでも ラトロの時にはすぐ飛んできてくれたら治ったはずなのに来なかったんで死んじゃったんもうおしまいなんだ。イさえすれは絶対エス様いさえすれは絶対なるとラトロもマルタもマリアも信じでたんでも来なかったんでもそれは死んだ後引き換えると誰も考えなかったことその頃マルタとマリアもそれは不信仰でも発想できなかったこと神はそれを考えたんですねだがさっきのねことで言えばその奨学金が結果として当たることはね あり得るかもしれないけどねねプラスアルファ、ね、ここでそれは発想もしませんでしたでこれが通ってもまだ足りないなとどっかで思ってた私ね見事ですよねでこれが神様なんですねそれをねどうぞねあの覚えておいてほしいあなたの人生にもきっとそのもう期限切れっていうかねあもう終わっちゃったとかねもうだめだなと思っていることがあったとしても主はあなたを本当に愛しているんです愛しているからあなたに必ずねあの 死んで腐ったところからえらして、でこれはね、愛してるからですね、本当に愛しているから助けたい、何とかしたいと思ってくださる主は、死んでしまったら泥を生き返らすことができた。いいですか主はそのまま放っておかれません。それはね、出来覚えてほしいと思います。天皇と様御言葉を感謝します。あなたは、ラダのところにすぐ飛んできませんでしたけども、そこには深い心があったことを覚えます。 私様は本当にあなたも心を痛めてマルタやマリアが嘆き悲しむと決めたときにあなたも泣かれそしてラダロをよみがえらせてくださいましたあなたは本当に私の願いを聞いてくださったことを感謝しますとあなたはラダロを見られることを願ってくださったことをありがとうございます私たちもいろんなことがありますそのことに対してもうだめだと思ったことにあなたは復活させてくださる神ですからありがとうございますあなたはおめでとうございます感謝しますよしさんお名前によっておりいいたしますアメン